大丈夫かい？厳しそうなら一旦俺の後ろに下がって時間を。そうやってまた何かを守る演技をするのだな、あんたは。だが今度も救えない。己の妻も部下も救えなかったのだ。そんなあんたが他の何かを守ることなどできはしない。ナルト、明日が何の日か知ってるな？そう、ミナトとクシナの命日だ。両親が死んだ日だ。たとえその時に夢を抱いていたとしても、死ねば終わりだ、この世は。そうだった。なら明日は俺の生まれた日だ。いいか、終わりじゃねえ。俺がこの世にいる。俺がこの世にいるか、ガキの苦しいザレ言にしか聞こえんぞ。今はガキで十分。けど俺だっていつかはガキを卒業する。それはお前の言う夢の中でじゃねえ。お前を倒した後の先の道でだ。もはや道など存在しない。いい加減諦めを知れ。俺の中には諦めなんてもんはねえ。最後に勝つのは俺たちだ。エントン、サノー魔術師。想像してる自分よりすげえ完璧だってばよ。ふっとばす。あとの車移住惑星螺旋手裏剣。距離を渋てえな。やつらの攻撃自体は大したことはないが、これ以上調子に乗らせるわけにはいかんな。なんだ？始めるとするか。これは弾ける。
んだこら、逃げろ。サスケ、無事だったか？もうじっとしていろ。お前らは十分耐え忍んだ。そうだ、そのままでいい。この世界はこれで。ナルト、もう終わりか？俺は行く。またあいつが一人で。違う、行かせねえ。後悔したくねえんだ。やっときゃよかったってよ。サスケ、俺も行くってばよ。十五。分かっている。十五の力はそもそも戦術の力。それを利用するってわけ。後悔は先に立たんぞ。いいんだな。後悔は先に立たねえかもしんねえけど、やらずに終わったら残るのは後悔だけだ。行くぞ。おう。なぜここまで抵抗する。もはや無限つくよみ発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。もうじきつぼみが開く。その時点で世界は終わりだ。時間はもうないぞ。お前を倒すには十分な時間だ。
切なことだ。ジライアか。ナルト、次で決着をつけるぞ。お、眠るのは明日、腕は自分で見る。もうこの世界は終わるのだぞ。それなのになぜ戦う。自分の人道だからだ。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。それが俺の人道だからだ。よっ、違うな。俺の邪魔をするな。諦めるか。てめえこそ俺たちが諦めるの。俺の力を超えるというのか。そんなことあってたまるか。思いの強さが剣に宿る。布ぼこの剣だ。もうお前らは俺に勝てん。サスケ、決めるぞ。
なぜ俺はあんなイメージを。美獣たちのチャクラだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃ、みんな一斉に行くってばよ。俺が、この俺が後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前、俺は第二の陸道戦士、夢の世界を作り、人を安寧へと導く選ばれた者。火影など今の俺に関係ない。それはてめえの本心じゃねえだろ。言葉で飾ったところで本当の心は変えられねえってばよ。本当のあんたはトカゲを夢見た恋人の忍びだ。誰でもない、名前のない忍びじゃねえ。陸道仙人でもねえ。あんたが内川尾人なんだ。何を怖がってんだ。もう分かって